忍者の里としても知られる三重県伊賀市での美味しいもの探し。商店街を歩いていると声をかけてくれた女性が、今もちょっとお土産に伊賀のお菓子買って、桔梗屋さんって菓子屋さんあるんですよ、老舗の。どんなお菓子なんですか？あのね、カステラっぽい、ぽいどら焼きっぽい。あ、でそこにあんこ挟んであるのか。カステラっぽいどら焼きっぽいお菓子とは一体？取材交渉です。はい、桔梗屋オリーでございます。すいません、ちょっとテレビ取材のご相談なんですけども、ちょっとロケをしているのが今日でもし可能ならちょっと今日今からお伺いして、はい、あの大丈夫ですけども、いいですか？はい、あ、ありがとうございます、助かります。伊賀上野城の城下町で400年前に創業したというこちらの和菓子屋さん、数ある商品の中でこのお店名物と言われているのがこの長月、焼き皮で粒あんを挟み表面に砂糖をあしらった一品です。うん、洋風のお菓子っぽいですね、食感は。でも中のあんこがすごく甘くて美味しい。外側にちょっとこの砂糖の塊がザクザクついてる感じが、これ甘党はたまらないやつですね。続いて駅前に戻り聞き込みをしていると、ありがとうございます。番組のファンだというお父さんから貴重な情報が。まあ忍者に、ま、関係したやつもあると思いますよ。からくりあるお店とかあるんですか？からくりのは、まあ、そこの富士一水というところだけどな、ちょっと高級な料理屋さんで、忍者の出来をしてあります。もやもやめやって出てきたりね。そう、お店の人がもやもやって。いやいや、料理からもやもや、料理がもやもや、ドロドロドロンと出てきて、めちゃ面白い。お父さん、それ忍者は、忍者したかったけど、やっぱりちょっと忍者はちょっとね、あ、そう忍者っていうのは大体さ、影に隠れてやるもんね。私はどっちかというと大手出たい方やる。ちょっと忍者向いてないなっていう感じ。というわけで早速取材交渉してみると、忍者にまつわるお料理があるとお聞きして、ぜひちょっと取材できないかなと思いご連絡しました。あの、大丈夫です。あ、大丈夫ですか？忍者の里ならではのお店、私も忍者気分で向かいます。目立ちすぎ。こんにちは。どうぞ。くのいちですか？あの、大将の方が松江でして、私は嫁です。まずはからくりを拝見することに。こちらはどんでん返しになっております。どんでん返し、失礼いたします。はい、消えた。ねえ、やりたいですよね。ねえ、楽しい。そうです、これですね、これですね。どう、さらに失礼いたします。はいはい、おお、えっ、隠し刀でございます。すごい。実際に忍者が使っていたというからくりがお店のあちこちに。たっぷり堪能させていただきました。こういうことですよね。楽しいです。ここありがとうございます。そしていよいよ忍者の末裔だという大将が作る忍者料理が。え、失礼いたします。はい、ありがとうございます。おー、現れました。ドローンですね。ドローンです。煙の奥から現れたのは人気の忍者料理セット。忍者が実際に食べていたという鹿肉や赤米、さらに極めつきがこちら。そちら兵糧丸と申しまして、忍者の携帯食になっております。もち米、うるち米、いろんなあの漢方が入っておりまして。あ、甘いです。あ、美味しい。あ、薬草の爽やかな香りもしますけど、元気出る味します。鹿のお肉、お、牛しぐれみたいな、めちゃくちゃ甘辛くて美味しい。忍法使えそうな気がしてきましたね、本当。ドロン。あら、気分はすっかりくのいち。と、そこへ
びっくりしました。確かに。いつも番組を見てくださっているという地元の方が、伊賀だと伊賀牛です。やっぱり伊賀牛、金谷って言って、はい、すき焼きとか、もう私は高すぎて食べたことないですけど、そのもうなんかの日にこうって家で焼くぐらいでお店で食べたことないです。香りが違います。当たり前ですけど、その肉の匂いするんですよ。肉のね、肉のいい匂いするんですよ。嗅ぎたい。それ嗅いできてください。嗅ぎます。というわけで早速取材交渉です。嗅ぎたい。もしもし、朝日放送テレビ旅サラダの東と申します。はい、今日取材させていただけないかなというお願いなんです。そうなんです、本当に急で申し訳ないんですけども、ちょっと待っていただいていいですか。もちろんです。結果は、今からでも大丈夫だそうです。本当ですか。はい、とっても助かります。取材 OK いただきました。こちらは創業100年になる伊賀牛の専門店、名物だというバター焼きをいただくことにしました。こちらがお肉。お肉すごい。こちらはヒレ肉でシャトーブリアンですね。でこちらがロースでサーロインになります。食べていただくのは大根おろしですね。すごい。でガーリックパウダーと七味とレモンと、はい、なかなかこんな食べ方珍しいですね。そうですね、先代の社長のオリジナルですけどもね。はい、たっぷりとバターをひいたお鍋で豪快にお肉を焼き、先ほどの大根おろしでいただく名物バター焼きです。たっぷりくぐってもらいましょう。うわぁ、やけどしないでね。これうまこれはすごい。お肉の美味しさを超えてますよこれ。熱々のお肉、バターの香り、そこにさっぱりとした大根おろし、いやちょっと衝撃でした。実はこの伊賀牛、ほとんどが県内で消費されるため、一般にはあまり出回らない希少なお肉なんです。肉の味はロースですよね。肉でしょ。肉食べてます。ほんとしつこくないというか、ほんと上品ですよね、その筋繊維が。おいしい。ごちそうさまでした。ドロン。というわけで今回見つけた3つの商品からプレゼントに選んだのは